どうしようかな。何がいいか。あ、そうだ。やっべ、忘れてた、そういえば。やべ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 。今日は、両方夕飯作れないから、姉に何か頼んどいてねって言われたら忘れてた。やばい。やばい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 。ちょ、ウーバーイーツさん頼みます。なんか、何かないですか？何か。あ、いろいろある。あ、まだある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 。これやばい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 。頼まないと怒られる。やべ。帰って飯がねえってなる。やべ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 。やび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 。え、何がいいんだろう。今日のご飯何がいいかな。急げ、急げ。あ、これいいじゃん。この辺でいいのでは。いいのでは、いいのでは、いいのでは。これでは定食あるか、定食。あららららららら。あるけどダメだ、刺身だ。刺身はダメなんだ。うちの姉、生魚アレルギーなんだ。ダメだ。あれでいっか。これと、これと、これと、イタリアン系にしました。ピッツァにするものにしました。はい。この前、姉が出かけてるときに、一人でピザ食って、見つかって、なんであんた一人でピザ食ってんねんって言われたので、ピザにすることにしました。よし。はい。よく食べ物のことで怒られてるんだ。だいたい食べ物のことで怒られることが多いですね。もうちょっと喋れるかな。10時に終わるって言ったけど、もうちょっと喋っちゃおうかな。喋っちゃおうかな。喋っていいよね。喋っちゃおう。どうしようかな。何がいいかな。あ、そう、歌見たね、今ね。